コーヒーと笑い届ける OOTV。 ただしこの仕事ハローワークには載っていない。今回怒りを見てきました。渡辺謙さんがお父さんごとね、火縄銃で撃つという決断がちょっといいシーンだと、悲しい。怒りはいいですね。今回は人気な怒りを来ました。 OTV は Twitter なるものをやっております。動画の更新情報やもうこの時期におすすめする私の動画、他の YouTuber さんとのオフショット、まあ、自分のオフショット、あとまあコーヒーと時代劇についてちょっと書いております。説明欄にリンクを貼っておきますので Follow me, please, thank you.